しめたのは愛、ただひたすら愛ゆえにだ。我が愛は炎、この宇宙でお前だけに捧げた、永遠に消えることのない紅蓮の輝き。だがビーナー、お前はもういない。お前の鼓動を感じることはできるのだ、ビーナー、ビーナー。 あれはイエスだなのか。解放されたぜ。体がうずく、人は暴れた。やれやれ、手間かけさせてくれちゃって、その分楽しませてくれるんだろうな。いつもここに来ると歩みが早まるな。あの旗を見るのが怖い。そうだろう。怖いだなんて、私の心にはいつだってあの人が。それは同時に重圧でもある。あの焼けただれた旗は勇敢に戦った者の証。戦え、傷つくことを恐れるなと突きつけられているような気になるのだろう。ちょろちょろ出てきやがって。
だこれ。俺の邪魔をするな！あいつが応募したら？デスゲートが攻撃態勢に入ってる。攻撃開始まであと9分。まだ何も終わってはいない。私は戦った。なすべきことを精一杯やった。でもこれが限界だって分かってる。あの時だってそう。自分には実力がない。行ったところでかえって邪魔になるだけ。戦わない理由はいくらでも思いつくものだ。私を責めているのね。お主のことではない。僕自身のことを言っている。立つべき時に立たず神殿に引きこもっていた愚かな亀の話だ。ビナ、自らの心に問え。お主がすべきことは何だ？今、お主の心は何と叫んでおる？私は…私は、デスパー！私は守りたい。今すぐあの場所へ戻ってみんなを守りたい！Ah!
行くのだ、ビナ。今こそ転生としてのお前の真の力を。行け、ビナ、振り向くなである。ねえゼフォン、ダートはこの時を予測してずっと瞑想を。あのお方には全てお見通しよ。これで終わりだ。貴様らは死に、世界は消え去る。世のコーナーである。次回の見どころは、そうだな、これだ。ついに出撃、箱舟バトルモード。始めようぜストーリーつうわけで、呪文はこれ。本当かどうか楽しみにな。皆さんのお力を貸してください。高評価やチャンネル登録お願いします。